今日は嫁行く。もう俺は子供じゃねえんだ。いつまでもここで手間取ってられない。ふっ。先を読んでいく。ちょっと手がしびれてるか。なあ。マジこの突然出てくるやつ、イラつく。俺は去る者は追わない。そう決めている。よし、これは罠。取る必要ない。ふざけんな。なんなんこのドアからいきなり出てくるやつ。いかん。手がちょっと凍ってる。凍結してる。なんでこんな手詰めてんの。今日は4月なのに。温めていくしかねえ。とにかくこんなところでも俺手間取ってるわけにいかんのだ。あーもうちょっとね、ここ分かったんだよな。なんでここ最初はかなり すんなりいけれたのに急にダメになったか。おそらく最初の犬をあんまり離れた位置で倒しすぎると、まあいいや、こんぐらい。よし、これで右上の犬が一匹消えた。なあもう一日置けば忘れちまう、こんなもん。人間のエギング曲線は、まあでも毎日やってれば覚えるかもしれない。毎日覚えてちょっとずつ復習していけば、ローリングサンダーを通して記憶の、自分の記憶の仕組みを。よし、マシンガンでよかった。ローリングサンダーを通して自分の記憶の仕組みを知るわ。スポーツで自分を知るというか、ローリングサンダーで自分を知っていく。ローリングサンダーを通して人間として成長していく、人としてと。どう成長しろというんだこのシーン。危ない人間に成長してしまう。この中で銃撃戦できるのかバカが。ああ、もう死ねえぞここでは。よし、よし、いった。まあ一回ゲームオーバーぐらいならなんとかなるだろう。ドゥルドゥルドゥ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 。司令室に猿を入れるな。どんなボタン押すかわからん。今日はちょっと気合入ってるぜ。4面超えれるかもしれんからな。前回のもでもかなり惜しいところまで行ったからな。言うて、よし、すげえ、ここまでマシンガンを持ち越してきてる。すげえぞ。はよ来いよお前。うっせ、ここちゃんと下に。はあ？なんでや。これ下に降りる時のあのちょっと立つモーションにも当たるのかよ。なんなんだよその厳しさは。許せん。この怒り敵にぶつけていく。まあこのコウモリも処罰の仕方を覚えたら。そして意外とこの上に、今の間に合わないかと思ったけど、ジャンプしてから意外とジャンプしてから
ジャンプしてから動けるようになるまでは早い。なんかよくわかんないとこれ、このキャラ早い。ローリングサンダーのキャラ。よし、ちょっと覚えた。あいつが飛んだ瞬間にこっちも同時に下に降りれば、うん、もうここは分かってるぜ。おお、知ってるぜ、さすがに。エギング曲線。ちょっと記憶増強されてるわ、このパターンが。ちゃんと毎日やってるからな、このゲームを。エギング曲線完璧よ。がっちりシナプス増強。鍵が刻まれた俺の脳に。エギング、よし。思ったよりずっとなんていうか手前で飛ばないといけない、俺が思っているよりも。刻んどるわお前らの影。やべ。暴れおって。やや手前で行った方がいいな、これ。よし、おぶねー。なんでだよ、おぶねー。なんで死ぬんだよ、一発でも。おかしいだろ、今のは。なんで一発で死ぬんだよ。どういう位置づけにしたいんだ、あの炎のやつを。ラスボスより強いだろ、あんなやつ。なんでただの火のやつをあんなに強くしようと思ったんだ、このゲームのスタッフは。どんな会議だ。やはり火は、やはり人間は火に弱いとか、そういう会議したんだろうな。火が弱いのはおかしいとか言って。一度今の子供に火の怖さを教えようと思って。火の怖さだけは十分に伝わってくる、このゲームから。おぶねえ、今のほんと死ぬとこだった。あ、こいつ無視してるんだ。あー、また忘れてた。そう、マリオじゃねえんだ、これ。これはマリオじゃない、ローリングサンダーだ。リしか合ってない。あの茶色のやつはどうやってあの耐久力身につけたんだろうな。銃弾3発食らっても死なねえって。おー、危ねえ。覚えたぜ、刻んだ。あ、もういい加減俺も覚えたぞ、このパターンよ。え、覚えたと言ったな。あれは嘘だ。俺は自在に嘘をつくことができる。やった、クリアした。なんだ、大して進行してねえだろこれ、さっきと。どう違うんだよ。あ、でもちょっと腰の服が破けてる。お、なんかこれ、あれ、これ来たことあるかな、これ。行ったことあるかも。うん、なんということだ。実力者たちが集まってきてる。
お、今までのやつがもう全部影、今までのやつが全部登場してくる構えか。真の戦いは近いぞ。あんないらねえや、マシンがいらん。なんだよこいつ、なんでもありかよ。見た今の、横に投げ下に投げ、そしてダイブして襲いかかってくるという、なんでもありだなあいつ。許せねえ。大きい大きい銃、うん、ざマジ俺この影に弱いな。なんだよお前最初の一発目だよ。だから下に降りる時のあの蝶の前で、忍法火の鳥の前で、あれに当たりはんですけど、なんでだよ今上に上がったじゃん俺。お、145006行ったぜ。やった、やっぱ二面刻みで行くんだな。まあそうだと思ってたから。待って、俺これ一回死んだ方がいいだろうじゃん。145000、あ、なんだっけ。なんだっけ、1450まで覚えてる。多分これ3回死ぬともうコンティニューできなくなる。これ1450064だろ、ほら1450064 1450064。最後は任天堂64と。よし、145と任天堂64さえ覚えておけばあのパスワードにたどり着くことができる。なんでこう入った途端出てくるな、本当に狙われてんな。あ、来いや。はぁ、はもう安全靴履いとけよお前、いい加減。そんな靴ばっか狙われて。皆殺しだこいつの。足は何なん、ほんと、なんでこいつ足にちょっと食らっただけで死ぬわけ。あーくせ、足つぼ狙われてるのか、ひょっとして。うんうん、絶対食らわねえからね。来いや。うん。うん。うん。うわあ！つけ狙われていた。あいつなんで俺の行動がバレてるの？後ろからいきなり来て。あんなんされたらもうおしまいだろ俺。いきなり後ろから来て銃で狙うなんて絶対勝てねえよ。うわー、マジむずい、ここごめん。とにかく一回ちょっともうちょい進みたい。じゃないと、あぶね。死ね。ローリングサンダーは寝てるときに覚えるから、寝てるときに記憶が定着するから、ちょっと一回ちょっと進んどいて、記憶定着させたいわ。こんな手前のちょろっと定着してねえ、まだこんな手前のちょろっとしたとこだけやっても全然進まねえから、とりあえず進めるだけ進んどきたい。いかんぞ、さっきから全然進んでねえ。
こんなところで手間取ってる場合じゃない。やったぜ、ついにあいつを、ついにこいつを仕留めた。はあ、これ大丈夫？危ねえ。ちょっと集中してる。ここでね、この爆弾とコンボしてくるやつがいるから、あまりうかつに進めないんだよな。後半そう思ったほどの難易度ではないな。油断するなよ。ふざけんな。やーぶねー。わあ。慎重に言ったことがあだとなったが、これどっからで、まさかまさかな。こっからか、嘘。嘘だろ。え、俺ゲームオーバーになってないよな。ゲームオーバーにならなかったら途中からだよな。ってことは途中からなんてないってことだよ、あそこまで。マジかよ、本気で言ってんのかよ。なんて厳しい世界だ、ローリングサンダー。もうここで一発食らうと萎えるな。ってことは、お、ここの、切れそう。もういいや、こんな取らんね。取って全部使った試しがねえ。取って全部使った試しねえんだから、もう取らなくていい。お、なんか敵も出ねえし。こういうことがやっとして、ローリングサンダーってこういうことか。取らなくていいんだよと。ほら、取らなくていいんだよ、あんなの。ほら、あれ、あ、今足すだな、こいつは。あ、じゃあ乗った時点でもう足さないで。いや、ちょっとでも分かってきたかもしれない。ここ取らなくていいんだ。そうだ、ほら、取らなくていい、こんなの。分かってきたぜ。わお、解いたか、この目。あんなの無視でいいんだよ。そしたらな、この次は出ないんだから。あの、これ、あの、ここも出ない。ここ出ないのマジでいけえぞ。ほら、これゆっくりと補給すればいい。そういうことだったのか。完璧じゃねえか。ああ、なんちゅう早打ちの腕だ、あいつ。扉から出てきてす、こちらが身構えるよりも早く銃を撃ってきやがった。よし、完全にパターン化してる。おぶね。なんで乗れよ、今の弾丸の上に。この爽快感よ。マジ覚えてくると面白いな。面白いかもしれない、俺。来てる。脊髄打ち抜かれた。あー、もう終わりか。いや、でもまあまあまあ、覚えておけば半分ぐらいまでいけるわ多分。